山本周五郎作風鈴妹たちが来たとき、弥生はちょうど一人だった。夫の三右衛門はまだお城から下がらないし、与一郎も稽古所から帰っていなかった。二人を自分の部屋へ導いた弥生は、縫いかけていたものを片付け、 縁側に面した障子を開けた。妹たちがきっと庭を見るだろうと思ったので。けれども、妹たちは何やらウキウキしていて、姉の心遣いなどまるで目にいらぬ様子だった。今日はお姉さまにゴム本をお勧めしに参りました。<laughs> そう言いながら、部屋へ入ってきた小松は、 そのままつかつかと西側の小窓のそばへ行き、明かり障子を開けて、そく私の勝ちですよ。と、後ろから来る鶴に振り返った。この通り、風鈴はちゃんとここにかかってございます。まあ、本当ね、呆れたこと。鶴は、 中の姉の背へかぶさるようにした。私、もうとうにないものとばかり思っていました。それでは、何もかも元のままですのね。何を感心しておいでなの弥生は二人の席をもげながら聞いた。その風鈴がどうしたんですか 鶴さんと賭けをしたんですの。風鈴がまだここに釣ってあるかどうかって。おかげで私、アホガの櫛を一枚損いたしました。悔しいこと。と言いながら、鶴はつと手を伸ばし、ひさしに釣ってある聖堂の小鼻風鈴を外して、そのまま窓ガ町に腰をかけた。小松は、 妹の手からすぐにその風鈴を取り上げ何のつもりもなく両手でもて遊びながらここへ来る途中からの続きらしい妹との会話を続けた「そうなのよ何もかも昔通りなのこのお部屋にあるタンスも兄弟もお机もお布箱もお日よけも」 昔のままのものが昔のままの場所にきちんと据えられて、一寸も動かされない、そういう感じなんです。一体、お姉様はそういうご性分なのね。それと、もう一つそう思うのだけれども、このお家には色彩というものが少ないのよ。 武家だからという以上に、私たちの髪形にしろ、衣装にしろ、お部屋の調度にしろ。みんな地味なもの、くすんだものばかりで、娘らしい華やかさ、目を楽しませるような彩りは、まるでなかったのですもの。それは、つまり、若さがなかったことなのよ。小松は、 風鈴をリリリリリッと鳴らしながらそう言った私がそう気づいたのは桃木へとついであちらの儀米たちの日常を見てからだけれど世間の娘たちがどういう暮らしぶりをしているかということを知って驚くことが少なくありませんでしたよそれは桃木様とこのお家では お淵が違いますもの。ねえ、お姉様、ま。そうではないの。小松は打ち消すように遮った。私贅沢や箇所を言うのではないのよ。一生のうちの娘時代というもの、その年頃だけに許される若さを言うんです。そして、これはなかなか大切なことなんです。 なぜかというと、ももきへ貸してからの生活で、お部屋の飾り方とか、お道具の整いようとか、また、義妹たちの衣装や髪飾りの世話をするのに、ずいぶん戸惑いをすることがありました。そしてこれは、私たちが娘時代の若さというものを味わわずにしまったからだと思い当たることが多かったのですから。 ああ、それであなたは今その若さを取り返していらっしゃるのね鶴はからかい気味に笑いながら言った。お暮らしぶりが大層お派肌だとご評判でございますわ。そんな人のことを言ってよろしいの秋沢様のご家族こそ、派手な評判では、引けを取らないはずなのに。私 みんな知っていてよ。弥生は茶の支度をしながら妹たちの饒絶を聞いていた。はじめは微笑していたが次第にその微笑がこわばり唇のゆがんでくるのが自分でもよく分かった。そしてそれ以上は黙って聞いているのに耐えられなくなり。 二人の間やさりげなく言葉を差し挟んだ。一体御用というのは何二人とも肝心な話を先におっしゃいな。ああそのことね。小松は持っていた風鈴をそばにある溶団室の上に載せ姉のそばへ来て座りながら行った。 それはね、お姉様、ま。お城でもうつかすると、徴用のご祝儀がございましょう。うそれが済んだら私たち三人で、土地のおのいで家保養に行きたいと思いますの。その、お誘いに上がったのですけれど。土地のおへ、保養へ、私が。これまでのご恩返しに、 ちい様と私とでご招待よ鶴はずかずかと言った何もご心配なさらないでお姉様はお体だけいらしてくださればいいのねえたまにはゴムホンも遊ばせよダメですよ何をのんきなことをおっしゃるのあなたたちは弥生は できるだけ調子を和らげながら答えた。考えてごらんなさいな。私が家を分けて、あとをどうするの旦那様にお炊事をしていただけとでも言うんですかそれは、私の家から可否をお貸ししますわ。気はしのきく、よく働く可否がいますの。それを留守の間、こちらへよこしますから。 ねえ、お姉様、ま、それならよろしいでしょう鶴はそう言って甘えるようにすり寄った弥生は妹たちに茶をすすめておいて一度片付けた縫い物を膝の上に取り上げたその様子で どうしても駄目だと察した鶴はすっかり落胆して「まあ時刻だから」とそこそこに帰っていった小松は「もう少し邪魔をすると言って残ったその口ぶりでまだ何か話そうとしているなと思い弥生は抑えられるように心が重くなった小松は しばらく姉の手元を見守っていたが、ふと詠嘆、えー、するような調子でこう言い出した。そうやって、お姉さまがこれまで縫っていだした針の跡をつないでみたら、一体どれほどの長さになることかしら。火おけに火も耐えて、小枯らしの吹き荒れる夜半や。 じっとしていても朝のにじむような夏の昼下がりにも、お姉さまはそうやって私や鶴さんのものを縫ってくだすったのね。そして今ではお兄様や与一郎さんのものをそうして縫っていらっしゃる。そればかりではないわ。お洗濯やお水時にどれだけの水をお使いになったでしょう。かまどや火おけで、 どれだけのまき休みをおたきになったかしらそしてこれからもどれほどの水を流しどれほどのまき休みをおたきになることでしょうそうしてお姉さまはやがて小さなおばあさまになっておしまいなさるのね。 小松はそう言いながら、避難するようにかぶりを振った。お姉様、ま、こんなにして一生終わっていいのでしょうかいつまでも果てしのない縫い張りや、お水事や、わずらわしい火事に追われ通して、これで生きがいがあるのでしょうかいや生は、 手を休めてびっくりしたように妹の顔を見た。妹の方には血が昇っていた。三人の中で一番気量よしと言われた少し剣のある顔立ちが感情の高ぶっているために美しくさえ僧の目には何やらあふれるような光がたたえられていた。 生活をお買いにならなければ。小松は湿ったような声で続けた。下男や下費にできることは下男や下費におさせなさるがよろしいわ。そして、お姉様ご自身、もっと生きがいのある生活をなさらなくては。もっと喜びのある充実した生きようをなさらなくては。そう、 お思いになりませんかあなたはこの課題の家で下能や歌費が使えると思いますかそれはお兄様のお考え一つですわ。小松は遠慮を捨てた口ぶりで言った。前から桃木がご推挙している奉行役者やお代わりになれば、そしてお兄様の お兄様ほどご聖勤なさるなら、歌詞の二人や三人、大きなさるくらいのご出頭は、そう難しいことではないと思います。桃木も、それは間違いないと申しておりますし、秋沢様でも、後ろ立てになろうと、おっしゃっておいでですわ。お姉様、道はすぐ前に開けていますのよ。 手を伸ばしておつかみになればいいのですわそれはそうかもしれないけれど弥生はためらい気味な言い訳をするような調子でこう言った「課題は今のお役が性に合っているからとお断り申したのでしょう」。 それに女の口からお役目のことなど言えはしませんからね。そういうお姉様のお考えも今のお役が性に合っているというお兄様のお考えも沈んだように動きのないこの家の生活から来るのではないでしょうか。小松は片手で部屋の中をぐるっとなでるような仕草をした。 こういうお暮らしぶりから、まずお買いになるのよ。お姉様、ま、時々はお部屋の模様を変えてごらんなさいまし。お花をいけるとか、お道具の位置を移すとか、襖を張り替えるとか、お姉様もたまにはお召し物を違えたり、お化粧をなすったりしなければ。そうすれば、 家の中も生き生きとなるし、自然、気持ちも動いてきますわ。お姉様のお考えも、お兄様も、ええ、きっと、もう少しは出世のお欲が出てくると思います。こういう言葉を、恥ずかしめでないと否定するためには、姉妹の近しさとか、 親しいいたわりという感情につかまらなくてはならなかった。小松が帰って行った後、縫い物を膝の上に置いたまま、弥生はやや久しい間、猛然と時を過ごした。 開けてある障子の向こうに狭い庭が見える。午後のもう傾きかけた日差しの中に、すすきの穂が銀色に浮き出ている。萩のたわやかな枝も盛りの花で、そのあたり一面雪を散らしたようだ。庭と穴ばかりの狭い何の結構もないものだが、 鈴木がほだち萩の咲くこの季節だけは美しくなる秋の風情があふれるようでいつまで眺めても飽きることがない妹たちもこの家にいる自分は佐賀の写しなどと言って自慢の一つにしていた。 さっき二人が入ってきたとき、障子を開けたのは、彼女たちが前のように喜びの声を上げてくれると思ったからだ。しかし、二人とも見向きもしなかった。たとえ見たにしても、あの頃のような喜びは感じなかったに違いない。のどかな秋の日差しの中の、 すすきやハギの伏せだを見てわびしい思いを楽しむような気持ちはもう妹たちにはなくなっているのだ。弥生はそう思いながらやるせないほど孤独な寂しさに襲われるのだった。どうしたのだ突然、 後ろでそういうい声がした。具合でも悪いのか?」。「ああ!」と身震いをしながら振り返った夫の三右衛門がそこに立っていたお帰り遊ばせ弥生はうろたえて赤くなったつい 考えとをしておりましてしどろもどろに言いながら今の方へ行く夫の後を追ったあくる日部屋の掃除をしている時羊羹羅臼の上に風鈴のあるのを見つけた。 妹たちがひさしから外してそこへ置き忘れたのである。弥生は手に取ってしばらく見ていたがやがてそれをタンスの小引き出しの中へしまい気抜けのした人のようにそこへ座って一人しんと考え込んでしまった。 その時から弥生は物を思う日が多くなり過ぎ去った二十九年という年月を幾度も思い返した父が世を去った時弥生は十五小松は十一鶴は九歳だったそれより数年前に 母も亡くなっていたので、何もかも一んに弥生の肩へかかってきた。家政のことや二人の妹の世話は言うまでもない。武家の習いで後継ぎがなければ家名が途絶えるから、同じ家中で松田弥平というものの次男を養子に決めた。 もちろんきだけで祝言をあげたのは3年の後のことだったがこういう身の上の変化を受け止めるには弥生の年はまだあまりに若すぎた母方のおじが後ろ身になってくれたけれど弥生はできる限り一人でやっていく覚悟をし自分は 今から大人になるのだそう自分に誓ってともかく家代の家を背負って立ったのだった生活は苦しかった縁は実国余りだったがまだ相続者が役についていないので実際に下がるものは約その半分に過ぎない もともと切り詰めた経済でようやくしのいできた状態だったから衣類や調度は無論日用のものも全て不足がちだった一片の塩魚を買うにもいや味噌やしょうゆを買うにさえ金袋の中を何度も数え直さなければならないような生活それを 弥生は15歳の知恵で切り回していったのである夫を迎えてからも暮らしは依然として楽にならなかった三右衛門はあまり口をきかない温厚な人で家内へ婿に入る少し前から勘定所へ勤めていたそれで ふちも十五国余りに下放されたが、役目が上納係といって、農民と直接に交渉を持つ部署であり、諸葛の豪村を見回ることが多いので、自然、こまごました出費がかさむため、家計はむしろ苦しくなったくらいである。こうした日常の中で、何より心を痛めたのは、 妹たちのことだった。二親のない貧しい生活で、卑屈になったり、陰気な性質になったりしないように、できるだけ明るく、のびのびと育てたい。世間へ出て笑われないほどには、読み書きや作法も身につけてやりたい。若い弥生にとっては、その一つ一つが困難な、 どっちかというと無理なことであった。しかし、それを困難だとか無理だなどと考えることは許されなかった。どんなにつらくとも、それを克服してゆかなくてはならなかったのである。小松は十八歳の時、望まれて、 桃木家へ課した桃木は250石の寄せ合い組であるが夫の幸恵はすでに容人格で「春菜」という評判の高い人物だった。器量で望まれたのと身分の違うのが不安だったけれども頭の里い小松はよく今家の風になれ案外なくらい良縁として収まった。 それから三年たって鶴も結婚した。これは桃木の売尺で相手は秋沢次之助といい小正組の定席で三百石の家柄だった。こうして二人の妹を恵まれた結婚生活に送り出した時弥生は 自分の努力の無駄でなかったことを知りそれだけでも十分に報われたように思った無経験な若い自分の思案と乏しい家計でともかくもここまでこぎつけることができた亡き父や母も多分満足してくださるだろうそして妹たちも いつかは、姉の苦労がどのようなものだったかということを知って、感謝してくれる時があるに違いない。そう信じてきたのであった。妹たちは少しずつ性質が変わっていった。環境が違ったのだから不思議はないのだろうが、 課題の家へ来るたびにこの家の貧しさをいとう様子が強くなり時にはこのような貧しい実家を持つことを恥じるような口ぶりさえ見せるようになった弥生はそれを怒ってはならないと思った妹たちがそういう考え方をするのは 現在の生活が豊かに恵まれている証拠であるこのうちの明け暮れを懐かしがるようではそれこそ不幸せなのだそう思って穏やかに聞き流していたけれど妹たちにはそういう姉の態度がかえって物足りないようだった義兄の三右衛門が いつまでも勘定所勤めなどをしていては今家との親類付き合いに肩身が狭いもっと覇気を出すように進めたらどうかそんなことも言い出したそしてつい先頃は小松の夫の桃木幸恵から奉行所へ推挙するから役買いをする気はないかという相談があった。 続いて鶴の婚家からも同じような話を持ってきたが三右衛門は「現在のお役にはなれてもいるし自分の性にも合うから」と言って両方とも断ってしまったこれらのことを思い返す度に 弥生は自分の腰方が徒労であり、これから先も徒労であるような気がし始めた。鶴と一緒に来た日、小松は自分たちには娘時代というものがなかったという意味のことを口にした。弥生にとってこれほど痛い悲しい言葉はない。 妹たちもいつかは自分の苦労を知って感謝してくれる時があるだろう。そう信じていたのに、全く反対な非難を浴びせられたに等しい。弥生は怒りを抑えるために身が震えた。それでは自分のしてきたことは無意味だったのか。 あれだけの努力は妹たちにとって何の価値でもなかったのかそしてお姉様は年を取ってやがて小さなおばあ様になってしまうのね小松はそう言ったああと 弥生は今うめくようにため息をつくこうして苦しい日を送り苦しい日を迎えて自分の一生が経ってしまう本当にこれでいいのだろうかこれで生きがいがあるのだろうかそう思った では「暗い絶望的な気持ちに襲われるのだった」「すすきの方は悲しくほうけ萩の花は散り尽くした」「朝な夕うなはひどくいてて水仕事をしたあと手指の赤く腫れる季節となった」 弥生はその頃から家の中の道具をあれこれと少しずつ動かしてみた。タンスを脇の方へ移したり、兄弟と机等を置き換えたり、常には使わないついたて屏風を出してみたり、ちょっと地層のある時は客膳を用いたりした。 そうすると確かに家の中が新しく見え気持ちも動くように思える。まるでよその家へ行ったようですね。九歳になる与一郎はそんなことを言って珍しそうに部屋の中を見て回ったりした。それから弥生はしばしば着物や帯を取り替えてきた。 ずいぶん思い切って、ごく薄く化粧もし始めた。そういうことに遠ざかって久しかったから、皮膚もなずまないし、なかなか手順がうまくいかなかった。いくたびやり直しても気に入らず、しまいには拭き取ってしまうことも多かったが、おしろいや紅や紅油などのにおやかな香りに包まれていると、 何やら若い間ウキウキするような気持ちになり思わず時の経つのを忘れることもあった三右衛門は格別何も言わなかった弥生が今日は美しく化粧ができたと思った時一度だけ微笑しながらつくづくと見てくれた いいなあ化粧というものは男が衣服袴を正すのと同じで気持ちをシャンとさせるものだそうだ。これからもそのくらいの化粧はする方がいいだろう。その時弥生は恥ずかしいほど満たされた気持ちで。 夫の前を立ってくるとしばらく鏡を覗いていたしかしこれらのことは長くは続かなかった道具のありどころもたびたび変えるわけにはいかないし変えてみてもいつもそう新しい気持ちにはなれない つましい経済ではおしろいやべにはかなり贅沢に尽くし時間の惜しい時の方が多いので自然手軽に済ませておくようになる。こうしてタンスも兄弟も机もいつかしら元の場所に収められるのを見て三右衛門は何やらほっとした口ぶりでこう言った。 部屋の模様替えも気分が変わっていいが、やっぱり道具にはそれぞれ据えどころがあるものだな。私にはこの方が落ち着いてよい。目先の変わるのはその時だけのことだし、なんとなくざわざわしくていけない。少しは住み心地もおよろしかろうと思ったものですから。 左藩は平凡なほどよいものだ。あまりそんなことに頭をつからせないほうがいい。試みたことは、つまるところ何物ももたらしてはくれなかった。冷えるわさのクリ屋で水を使いながら、また、 ひょうひょうと風の渡る夜半、凍える指先を温め温め縫い物をしながら、弥生は再び生きがいということを思い始めた。これが自分の生活なのだろうか。こうして自分の生涯は立っていってしまうのだ。 同じ着物を縫ったりほどいたりしながら、物見遊んもせず、美味に飽くことなく、ひたすら夫に仕え、子を育って、その月、その年の乏しい家計をいかに繰り回すかということで、身も心も疲らせて、やがて、虚しくおいしぼんでしまう。 「これでいいのだろうか?」「弥生はぞっとするような気持ちでそうつぶやく」「こういう仕果てのない困難の克服に何か意味があるのだろうかもっと本当に生きがいのある生活がほかにあるのではないかしらん」そして 窓わしのようにいつか小松の言った言葉が頭に浮かんでくるのだった。これまでに縫い付きいをしてきた針の跡をつないだらどれほどの長さになるだろう。おそらくそれは想像を絶する長さに違いない。しかもそこからは何者も残らなかった。 炊事や洗濯に使い捨てた水、かまどや火おけで炊いた薪やみ、それらの量も多分驚くべき傘に違いない。そしてこれまた、そこからは何一つとして残るものはないのだ。しかも。 そういう苦労をしのいで育てた妹たちから非難の声を聞くとすれば一体何のための苦労かと疑いたくなるのは無理もあるまい弥生は初めて本当に突き詰めて考え抜かねばならぬことに行き当たったと思った。 あらゆる人間がその問題について考える時必ずそう思うようにこのごろんだか沈んでいるようではないか夫がある予想を問いかけた体の具合でも悪いのではないか はあ、さようなことはございませんそう言おうとしたがにわかに感情が高ぶって口がきけずそのまま黙って目を伏せたどこか具合が悪いのか三右衛門はいぶかしげにこちらを見た。 もしそうなら無理をしてはいけない医者に見せるとか薬を飲むとかしなければ別に体が悪いわけではございませんけれど何ですか気分が重うございまして訳もなしに気分の重いということもなかろう一度 医者に見てもらったらどうだはい。弥生はふと顔を上げた。いっそ夫にすべてを話してみようか。夫には夫の意見があるだろうし、それを聞けば、あるいはこの悩みも解けるかもしれない。話すならこの機会だ。 そう思って口まで出かかったがやっぱり言葉には出せなかった「夫は男である」「こういう女の苦しみは話しても分かってくれないであろう」「悲しくそう諦めてさりげなくその場を取り繕って済ませてしまった」 霜月に入ると、北国の野山はもう雪に覆われる。昼のうち日が照って、昨日の雪が消えたと思うと、あくる朝はまたちらちらと粉雪になり、暮れ方には五寸も積もる。そういうことを繰り返すうちに、やがて三四日も降り続いて、寝雪となる日が来るのだ。 その年は、珍しく寝行きが遅く、月の半ばを過ぎてもまだ土の見えるところが多かった。まるで季節が帰りでもしたようなある晴れた暖かい日の午後、小松が火碑に包み物を持たせて久方ぶりに訪ねてきた。 あの時辞めた土地の上ようやく行って参りました。小松は健康に満ち溢れるような顔にいたずらめいた笑いを見せながらそう言った。やっぱり釣りさんと誘い合わせましてね。もう雪でしたけれど帰って客が少なくてようございました。山鳥を飽きるほど食べましてね。 そして、のびのびと解放された四日間の楽しかったこと、美しい谷川に臨んだ宿の眺め、気ままに浸かる温泉の心よい余温に包まれる寝心地など、絵に描いてみせるように巧みに話し続けた。でも、鶴さんにはびっくりさせられました。 夕げには与び人もお酒をあがるのですものねいつも秋沢様のお相手をするので癖になったのですってあなたもあがったんですかほんのお正番くらいでしたけれど小松はもう一度いたずらめいた笑い方をしたでもなんだか 夢ごとのようで楽しいものですのね。お姉さまもこの次にはぜひいらっしゃらなければ。悪い方たちね。そう言いながら、もし自分にもそんなことができたらどんなに楽しかろう。疲れた心や体がどんなに休まるだろうと思い。 それが不可能だと分かりきっているだけに弥生の気持ちは耐えられぬほどの寂しさに落ち込むのだった今日は時刻を限られていますから小松は間もなく座り直し貨幣に持たせてきた包みを引き寄せた山鳥を持ってまいりましたの。 お小遣いが少のうございましたからほんの形だけのお土産よそう言って包みを時にかかったその時門口に人の訪れる声がした出て行ってみると勘定奉行の岡田庄兵衛という老人だったおでか いつもの入話の調子で聞いた。夫は非番で家にいる日だったが昼食をとるとすぐ川の方を歩いてくると言って余一郎を連れて出かけたあとだった。それでは間もなく帰るな老人はちょっと考える様子だったが。 やっぱり待たせてもらおうかそう言って気軽に奥へ通った部屋へ戻ると小松は帰り自宅をしていたお客様はどなたお役所の岡田様よそう答えながら弥生は茶の用意をした小松は 岡田と聞いて「ああ」という表情をした「やっぱりいらっしゃったわね」「やっぱりってあなた何か知っておいてなのあの話ですわきっと」小松はそっと声をひためたいつかのお役がえのこと。 お兄様はお腰が重いから先日桃木が直に岡田様に会ってご相談したのですってきっとそれでいらしたに違いありませんわねえお姉様今度こそお兄様にひと運髪していただくのねそして課題の運の開けるようにしなければね 小松を送り出した後、茶を運んで行くと岡田老人は火よけへ手をかざしながら一冊の写本を開いて見ていたそこの机の上から取ったのだろう妙法寺器という大船で半年ほど前に夫がごぼ大寺から借りてきて筆者しているものだった夫の写した方の台船には 章といいいう字がついている。多分原本から何か消録しているのであろう。写し終えて閉じたものがもう六冊余りもあるはずだ。老人は何か勘に耐えぬ様子でしきりにページをくってはぶつぶつ独り言をつぶやいていた。 ほどなく三右衛門が陽一郎を連れて帰ってきた弥生が茶を入れ替えに行くと二人はその写本のことを話していたさようです夫はそこへ筆者した諸冊を取り出しながら説明したはじめ御書庫の中で分類本庁年代記 というものを拝見しまして、飢饉の情のあまりに多いことから思いつき、それに類する書物を探しまして、詳しい年表を作ってみようと始めたものでございます。何しろ、ふと思いつきましたことで、準備も何もなしまた、 私一人の力ではそう手広く参考書を集めることもできませんのでまず下調べ程度のものが作れたらと考えておりますしかしそこもとの多忙な体でどうしてこんな難しいことを始める気になったのだそれは この表に一例を書いてみましたが、三右衛門はそう言って別の諸冊を開いた。このように年次表に書き上げますと、飢饉の来る年におよそ周期があるのです。この表はもちろん不完全極まるものですが、共作があって1年目に飢饉の続くことが最も多く、 次には五年内し六年目に来る例が非常に多い。この年次表がもっと完成して周期の波がはっきりわかるとすれば、藩の能性の上にかなり役立つだろうと思うのですが。確かに。岡田昌兵は、 大きくうなずいた。そうすれば霊感風水による原因も分かって工作法の工夫もあろうしまた公共に対する予備もできるだろうだがそれは独力では無理だ是非勘定所の仕事にしなければ。 それから老人は役所の者が皆こういう点にまで注意するようになってほしいことそれが政治をとる者の良心であるということなどを熱心に述べるのだったその話が済むと5になった。 岡田老人と三右衛門は良い五敵でしばしば招かれてゆくし老人の方からも時々打ちに来る。格別珍しいことではないのだがその日は小松にささやかれたことがあるので弥生はなんとなく落ち着かずともすると二人の話し声に耳を引きつけられた。は 日暮れに及んだ。夕下には小松が土産に持ってきた山鳥を裂いて出した。それからまた午後が始まり、与一郎を寝かせてから寒さしのぎにくず湯を作って行った時も、二人はさも楽しそうに石の音をさせていた。 小松は思い過ごしたのだ。お役買いというような話ならこんなに長く碁など打っていらっしゃるはずはない。そう思うと弥生は何やら裏切られたような寂しい気持ちになり安んを引き寄せながらひっそりと縫い物を続けた。 のくららい経ってからであろう石の音がやんで静かな話し声が続くのに気づきふとそちらへ注意すると「奉行所」という老人の言葉が聞こえた弥生は思わず針を置き少し膝をにじらせながら耳を澄ました。 たとえ桃木の、秋ど殿が後ろ盾にならずとも奉行所で底本ほどの裁判を生かせば少なくとも現在のような恵まれないことはない老人は平らに砕けた調子でそう言った。 自分の預かっている略書について、こんなことを申す方はないだろうが、感情書務では先も知れているし、ことに底本の仕事は木骨ばかり折れて、報われることの少ない、全く縁の下の力持ちだ。 わしも役替えをする方がよいと思うがなあそれも考えてはみたのですがやっぱり私には今の役目が身に合っていると思いますのでだがそれで本当に 満足していられるかな機械はまたというわけには行かぬものだ。あとで悔やむようなことはないかなそこでプツリと話し声が途絶えた。 ひさしを打つ雨の音がひっそりと聞こえるああ降りだした弥生がそう思った時三右衛門の静かに口を切るのが聞こえてきた役所の事務というものはどこに限らずたやすく連達できるものではございません 書のことに五条か係はその年々の年ぐ割りを決める重要な役目で常々農民と親しく接しその後その村の実際の事情をよく知っていなければならぬこれには年数と経験が絶対に必要です 単にほうを見分けるだけでも私は8年かかりました。そして現在では私をおいて他にこの役目を任すことのできるものはおりません。それとも誰か私に代わるべき人物がございましょうか。 正直に申して変わるべきものはない。今度の話がどうして始まったか、推挙してくれる人の気持ちがどこにあるか、私にはよくわかっています。三右衛門はこう続けた。その人たちには、 私が生えない役を務め、いつまでも貧困でいることが気の毒に見えるのです。なるほど。人間は豊かに住み、温かく生き美味を食べて暮らす方が良い。確かに、その方が貧窮であるより望ましいことです。なぜ望ましいかというと、 貧しい生活をしているものは、とかく風気でさえあれば、生きがいがあるように思いやすい。うまいものを食い、物見予算をし、逃げれ気ままに暮らすことが、そい粗食で休む暇もなく働くより、意義があるように考えやすい。だから 貧しいよりは富んだ方が望ましいことは確かです。しかしそれでは思うように出世をし風紀と安穏が得られたらそれで何か意義があり満足することができるでしょうか。弥生は身震いをした。こめかみの辺りが白くなり。 緊張のあまり顔つきがこわばった。ひさしを打つ雨の音はやみもせず高くもならなかったが気温はぐんぐん冷えてひざや手足の指は凍えるように思えた。おそらくそれだけで意義や満足を感じることはできないでしょう。 人間の欲には限度がありません。風紀と安穏が得られればさらに次のものが欲しくなるからです。夫の声は低いうちにも力がこもってきた。大切なのは身分の高下や貧富の差ではない。人間と生まれてきて 生きたことが自分にとって無駄でなかった。世の中のためにも少しは役立ち、意義があった。そう自覚して死ぬことができるかどうかが問題だと思います。人間はいつかは必ず死にます。 かなる牽制も富も人間を死から救うことはできません。私にしても明日にも死ぬかもしれないのです。その時、奉行所へ変わったことに満足するでしょうか百国二百国に出世し、断威奉食したことに満足して死ねるでしょうか いいな私は勘定所にとどまりますそして死ぬきには少なくとも惜しまれる人間になるだけの仕事をしていきたいと思います膝を固くし 神戸を垂れていた弥生は見えるほど体が震えるのを抑えることができなかった感動というよりは残機に似た鋭い思考が胸に突き上げそれが彼女を二つに引き裂くかと思えた生きがいとは何ぞや長いこと 頭を締めていたその悩みが今三右衛門の言葉によって一筋の光を与えられたそれは紛れもなく暗夜の光とも例えたいものだった貧しい生活をしていると風紀でさえあれば生きがいがあると思いやすい夫は今そう言って 自分が思いまどったのも突き詰めれば妹たちの暮らしぶりを見その非難を聞いて自分の生活よりは意義があり充実しているように考えたからだなんという浅はかな無反省なことだったろう縫い針りや炊事や夫に仕えか 子を育てるンサな家事をするかしないかの問題ではない肝心なのはそのことの一つ一つが役立つものであったかどうかだ女と生まれ妻となるからはその家にとり夫や子たちにとってかけがえのないほど大切なもの 病気をしたり死ぬことを恐れられこの腕もなく嘆かれ悲しまれるものそれ以上の生きがいはないであろうしかしそれでは自分はこの家にとって果たしてかけがえのないものであるかどうかどうしても なくてはならぬものだろうか弥生にはしかりと思うだけの自信も勇気もなかったそうだ彼女は静かに表を上げた少なくとも夫や子供にとって かけがえのないものにならなくてはそうつぶやくと何かしら身内に力が湧いてくるようだった弥生は立ち上がりタンスの小引き出しの中から青銅の風鈴を取り出した秋の頃妹たちが外していったのをどうしても 釣り直す気になれなかったものである。あの時から気持ちが揺らぎ出したのだ。そしてこの数十日ずいぶん思いまどったことは無駄ではなかった。こうして今こそ生きる道を確かめたのだから。 そう思いながら弥生は小窓を開けた外はいつの間にか粉雪になっていた <laughs> まあとうとうとうかを受けてひひと舞い狂う雪の美しさに弥生は思わず声を上げながら手を伸ばして 風鈴を釣ったあるかなきかの風に久しく聞かなかった丁秦とのすんだ音が響き出すとその音を縫って三右衛門のこう呼ぶ声が聞こえた弥生お帰りだぞ。 いかがでしたでしょうかお心にかないましたならチャンネル登録をお願いいたします。いいねボタンを押していただけますと嬉しいです。コメントもいただけましたら励みになります。よろしくお願いいたします。